やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、新たなるケーブルブランド、ビグマンゴかっこビッグマンゴーの新作、サマヤー。読み上げがとんでもないことになってると思うけど、日本語のスミレだぞ。一作目らしい、クーポン込みで3000円台で購入できる価格と、目を引く紫色が特徴的なケーブルだ。内部で銀メッキ線が編み込まれているのが透ける、鮮やかながら少し薄い紫色で、同時期に発売された、同じ紫色のケーブル、ナイス HCK パープル SE と比較して、こちらの方が少しゆったりとした編み方になっている。気になってる音色は、中音域周辺を太らせ、高音域を印象的に伸ばすケーブルだ。空間表現なんかは特別特徴がある感じはなくて、音色の方の変化の方が中心かも。純度は公開されていないものの、使用されている銅線は、銅価格帯の定番である、無酸素銅ではなく、1ランク上の単結晶銅となる、そこら辺を考慮しても、価格帯の中で個性を持ったケーブルと言えるだろう。この価格帯で単結晶銅を打ち出しているケーブルは、銀メッキされていないものが多く、そこで音色の差別化が狙えるぞ。今回は、2.5mm バランス、QDC 端子のケーブルに、高音域の解像度を持ち上げるとよく映える、CCA の CA16 に組み合わせて視聴してみた。KZ の純正銀メッキケーブルと比較して、高音域がよりわかりやすく持ち上がり、中音域が膨らんだ。逆に、CCA-CA16 に標準でついてくる、無酸素銅ケーブルと比較すると、全体に明快になったように感じる、単結晶銅？この太さのケーブルだと、大体もうちょっとさっぱりとした鳴り方をする CA16 なんだけど、中低音域はかなり濃厚な印象で、この部分を痩せさせたくない人には良い選択肢になるだろう。一方で、高音域、特に輪郭を強調する部分はかなり持ち上がった。この3つのポイントが力強くて、変化が印象に残るケーブルだ。同価格帯のライバルと比較すると、全体に厚みを持ちつつ、高音域が特に持ち上がるので、全体によりエネルギッシュな音を求めている人におすすめだな。取り回しについても見ていこうか。スミレはかなり柔らかく、重量もそれほどない。ただ、プラグ周りはアルミではなく、より重量のある合金なので、そこは印象に残るかも。とはいえ、スプリッタなどは無駄にでかくなく、見た目とは裏腹にかなり実用的なケーブルになっている。パープルで、変込みの見える、情報量の多い外観は、シンプルな黒や白のイヤホン、あるいは近い色のイヤホンに組み合わせるのにいいだろう。組み合わせるイヤホンとの音質の相性と、外観の相性をちょっと選ぶケーブルではあるけれど、うまくはまれば強い、そんな印象でまとまったな。また、音色のところで述べた印象は、高音域が気持ちよく抜ける特徴がある DAC、サバジ DA さんと組み合わせた時の印象なんだけど、現在テスト中のテンポテック V6 と組み合わせた時には、より中音域以下の量感が盛り上がり、高音域の強調とバランスが取れた音になった。インパクトが強く、若干スピード感が落ちるものの、とにかく中低音域以下の量感にこだわる人は、こちらの方が印象がいいかも。結構音色のバランスに強化するポイントがあるので、組み合わせる再生機器によって印象が変わるみたいだ。より低出力、感触系な環境だと、高音域のスピード感と中低音域の厚みが楽しめて、より高出力、暖色よりの環境だと、よりパワフルな音色にしつつ、高音域が引き立つ仕上がりになるみたい。リケーブルは沼？組み合わせるイヤホンと上流でも全然変わってしまうので、可能性を信じて購入してみてはいかがかな？と、こんなところかな。見た目、音色ともに楽しめるケーブルだと思う。インパクトは十分なんじゃないかな？ビッグマンゴーはすでに第2弾のケーブルも発売しているので、そちらも個性的に仕上がってることを期待したい。と、言ったところで今回はここまで。リケーブル、やっぱ難しい。